アッシュルはイラク北部に位置する古代都市。前2600年頃から人が住み始め、54世紀半ばに放棄されるまでおよそ4000年続いた。コアッシリア、中アッシリアの首都として栄える。新アッシリア時代には首都ではなくなったが、宗教の中心地として重要性を維持した。前614年にメディアとシンバビロニア連合軍により占領された後は、 衰退した。アッシュルは、現代の地名でカルアト・シェルカートとも呼ばれる。アッシュリアの母子であり、創建以来その首と、あるいは国家そのものとして機能していた。新アッシュリア時代には別の王都がいくつか整備されたが、この都市の持つ、宗教的、政治的重要性が衰えることはなかった。遺跡は、ティグリス川の西岸、支流であるショーザブ川とティグリス川の合流地点の、 北にあり現在はイラク領内にあるより具体的にはサラーフティーン県のあるイコールシェルカート地区に位置するアッシュル遺跡は世界遺産に登録されており2003年のイラク侵攻とその後の勃発した紛争及び構想中のダム建設が遺跡の一部を水没させることから2003年に危機遺産に追加されたアッシュル氏は ニムルドの6 5トル南、ニネベの6 0トル南にある。アッシュル遺跡の調査は1898年にドイツの考古学者たちによって始められた。発掘は1900年にフリードリヒデイリッチュによって始められ、これは1903年から1913年にかけてドイツオリエント学会のチームによって継続された。このチームは当初は、 ロベルト・コルデウェイ、後に、ワルター・アンドレによって指揮された。アッシュル氏からは1万6000点以上の設計文字粘土版文書が発見された。発見された遺物の多くは、ベルリンのペルガモン博物館に送られた。最近では、アッシュルは、ミュンヘンのルートビヒ・マクシミリアン大学とバイエルン、文化賞の企画で、ビーフルーダによって1990年に発掘された。同じ頃、 1988年と1989年に、この遺跡はドイツ研究振興協会を代表して、アール・ビットマンによって研究された。アッシュルはこの都市の名前であり、この都市が統治する土地の名前であり、その守護神の名前であり、その土地の住民はここから名前を取り、同じくアッシュリア国家全体もここから、名前が取られた。アッシュルへの定住開始は、 全3000年期半ば頃であることが考古学的に明らかにされている。最も古い遺構は、イシュタル神殿から発見されており、古い宮殿と呼ばれる建造物の最古の層からも確認できる。また、設計文字文書におけるアッシュルという地名への言及は、全2450年頃に遡る。アッシュル氏は、悪化道朝時代頃にはすでに都市国家と呼べる。 生体を確立していたことが確認されているものの、最初期の数世期間の政治、社会や歴史についてはほとんど何も知られていない。アッシュル氏の都市国家は、メソポタミアで覇権を握っていたアッカド王朝や、その後に成立したウルダイ三王朝の俗領となっていたと見られ、ウルダイ三王朝時代のアッシュル氏の支配者ザリクムが、ウル王アマルシンのために、 イシュタル神殿を混流したと刻んだ名文が発見されている。また、この頃にアッシュル氏、あるいはそれが維持していた土地自体の神格化が始まったと見られ、ザリクムの名文のアッシュルという固有名詞には、神を意味する限定譜と土地を意味する限定譜の両方が付記されている。全21世紀頃アッシュル氏を統治したウシピアが、 アッシュル神のための神殿を初めてこの母子に捧げたと信じられているが、これは後世のシャルマネセル一世の碑文から来ている。実際にはこの神殿は、アッシュルの人々がその都市神の庇護のもと、初めて市内に居住し国家を確立した時まで遡るであろう。全2000年頃王となった、プズルアッシュル一世は、後継者であるイルシュマ・エリシュム一世。 サルゴン一世と共にアッシュル市でのアッシュル神殿、アダド神殿、そしてイシュタル神殿の建設についての碑文を残している。前2000年期のメソポタミア都市のレイアウトと数世紀の間の拡大。前21世紀の終わり、あるいは前20世紀半ばメソポタミアで覇権を握っていたウル第三王朝が滅亡した。メソポタミアではアムル人と呼ばれるにし、セム系の言語を使用する。 人々の部族集団が各地で王朝を開き発見を争った。この時代、メソポタミアとアナトリアの間の交易が流盛し、アッシュル氏はその戦略的な立地から大きな利益を得た。この頃、アッシュリア商人はバビロニアとアナトリアの中継貿易に従事し、各地でカールム、ワバラトゥムなどと呼ばれる居留地を建設した。商人はキャラバンによって商品を運び、 アッシュリア人居留地で取引を行った。こうした居留地の中で最大のものは現在のトルコ領にあるカネッシュのものであった。この頃からアッシュル氏の政治史が具体的に把握できるようになり、コアッシュリア時代と呼ばれている。アッシュル氏自体も、またアムルケ王朝とメソポタミアの諸都市の派遣争いと直接的に関わった。全19世紀末、アッシュルを拠点とした。 アムル系の族徴シャムシ、アダド一世が北部メソポタミアで巨大な王国を築き上げた。彼はアッシリア王名表と呼ばれる歴代アッシリア王の一覧にリストされていることからアッシリア王として扱われ、その王国はしばしば最初のアッシリア帝国とみなされる。しかし近年ではこのシャムシ、アダド一世の王国は上メソポタミア王国という表現でも言及される。 この時代、巨大な王宮が建設され、アッシュル神殿もジックラトが拡大され、拡張された。しかしながら、アムル人のバビロン王ハンムラビによる征服によって、この帝国は終焉を迎えた。ハンムラビは1756年頃のアッシリア王イシュメダガン一世の死後、彼の王国にアッシュルを組み入れた。続く3人のアッシリア王は進化であるとみなされた。 ハンムラビシゴバビロン大事王朝は衰退し、メソポタミアの情勢は不安定化した。アッシュルでも相次いで出自不明の支配者が立ち、最終的に全1720年頃に支配者となった無名の人の子は出しの頃に混乱は収集されたが、彼の後継者たちについてはほとんど知られていない。アッシュル市での建設活動の記録は、 その後数世紀経過した後になって現れる。アッシリア王、プズール・アッシュル三世の時代、アッシュル氏が最強化され、その南部地区が都市の首謀行に組み込まれた。この頃、メソポタミア北部、アナトリア南東部でミッタニが勢力を拡大し、アッシュルはその俗領として組み込まれた。後世の筆体との記録によれば、ミッタニの王、シャウシュタタールはワシュカンニオ首都として、 広大な地域を征服し、アッシュリアを破ったとされる。ミッタニの支配から、アッシュルが解放されるのは、前14世紀のアッシュル・ウバリト・イ世の時代である。ミッタニは内戦及び西隣りする、大国筆体との王出ピルリウマ・イ世の構成によって制圧され、その属国へと落ちた。アッシュル・ウバリト・イ世は、このような情勢下でミッタニの支配から脱し、筆体とも撃退して、 アッシュリア中高の祖となった。その後、アッシュリアは、ヒッタイとバビロニアと戦って勝利し、ミッタニの丘領土も合わせた。続く、数世紀、アッシュル氏は修復され、広大な帝国の王座の都市となった。この頃の支配者たちは、アッシュル氏での建設活動を続けるとともに、周辺に自分たちのための新たな都市も建設した。 シャルマネセル一世は後に首都となるニムルドを建設し、トゥクルティ・ニヌルタ一世はアッシュルの一種タル神殿の改修を行った。さらに、彼はアッシュル氏の対岸にカール・トゥクルティ・ニヌルタと呼ばれる都市も建設した。これは野心的な王の構想を実現するためにはすでにアッシュル氏が手狭であったためかもしれない。ただし、この新都市はかつては、 新たな首都として建設されたという見解もあったが、現在ではそれは受け入れられていない。トゥクルティニヌルタ一世は、バビロンを征服し、戦利品として、多数の初期たちや粘土板をアッシュルに持ち帰り、これらの写本がアッシュルの文書庫を埋めた。アッシリア領土をさらに大きく拡大したティグラトピレセル一世の知性の後には、王国は、 縮小に転じたが、遠隔地を喪失したとしても中枢部の領土は保持されていた。この頃のアッシュルはたとえ繁栄していたとは言えなくても、安定を保っていた。シャルマネセル三世の未完成の像。玄武岩星、アッシュル室土。イスタンブル。古代オリエント博物館修造。キドゥドゥガミの像。アッシュル氏の城壁の守護霊、8 3 5年頃。 アッシュル出土、ロンドン、大英博物館収蔵、アッシュリアの地図、アッシュルナチルパルと管理。新アッシュリア帝国とも呼ばれるアッシュリアの極税域における王の住居は他のアッシュリアの都市へと移された。アッシュルナチルパル2世は一連の軍事遠征の成功に続き、首都をアッシュル市からカルフに移転した。 そして巨大なラマス像や王宮と戦争を描いた浅浮彫りからなる偉大な作品群を制作した。サルゴン2世の知性と共に新たな首都が立ち上がった。トゥルシャルキンがそれであり、アッシュル・ナチルパル2世の首都、ニムルドを凌駕する規模で設計された。しかし、彼が戦死すると、息子で後継者のセンナケリブはトゥルシャルキンを放棄し、 ニネベを彼の王宮として拡張することを選択した。それでも、アッシュル氏は帝国の宗教的中心であり続け、国家神アッシュルの神殿の存在ゆえに、帝国の聖なる王冠として、尊敬を受け続けた。千ナケリブの地政中に、アキトゥが建設され、新年祭りがこの都市で祝われた。多くの王たちがアッシュルの古い宮殿に埋葬されたが、 サルゴン2世の妻アタリアのような幾人かの王妃は他の首都に埋葬された。アッシュル氏は前6 1 2年にメディア人とバビロニア人の連合軍によって占領された際に略奪され大きく破壊された。新バビロニア帝国からアケメネス朝時代に至る一連の戦争でアッシュルを含むアッシリアの主要都市が破壊されたがすべてのアッシリア人が全滅させられたような事態が 発生していないことは明らかである。シンバビロニア時代の経済文書の多くに、アッシリア人であることが判別できる人々が登場し、その総数は100名を超える。メディア人が、ペルシア人に古代イランにおける支配的な地位を奪われた後、アッシリアはアケムネス朝ペルシア帝国に征服され、前549年から前330年まで支配された。 アッシュリア帝国崩壊後のアッシュリアの政治的地位がどのようなものであったのかほとんどわかっていないがアッシュルでは古い神々への崇拝は生き続けた。旧アッシュリア帝国領は西部をシンバビロニア、中心部及び東部をメディアに分割され、その後シンバビロニアに支配されていた地域はアケメネス町の下でアスラと呼ばれるサトラペアを形成した。この名称は帝国アラム語で、 アッシリアを指すアサーから来ている。メディアに支配されたアッシリアの中枢部はマーダのサトラペアにそのまま組み込まれていた。マーダとアスラに分かれていたアッシリア人たちはそれぞれに軍務や建築部進に参加したが興味深いことに宮殿の装飾作業はマーダのアッシリア人がレバノン杉の木材の供給はアスラーのアッシリア人がそれぞれ担当していた。行為につく。 アッシリア人もおり、アケメネス朝のオークル2世の王子カンビュセスの秘書はパン、アッシュルルムルという名のアッシリア人であった。アッシュルにあるパルティアの神殿アッシュル氏は、パルティア時代、特に全150年から、あと270年にかけて復活し、最低重が行われて、パルティアが支配するアスーレスターンの中心地となっていった。アッシリア学者、 シモパルポラとパトリシア・クローンは、アッシュル氏がこの時代に完全に独立していた、可能性を示唆している。ベス・ガルメ、ベス・ヌホドラ、そしてアディアベネのような他の政治体もまた、パルティアのアッシュアに対する支配が緩く、断続的であったという事実ゆえに反映した。パルティア時代のアッシュルは重要な行政センターであり、旧市街の北に新たな行政建造物群が建設され、 南に宮殿が建てられた。この宮殿は一世紀頃に建設されたもので、方形の中庭に向けて4つのイーワーンを開口させる、後世のペルシア建築における4イー,ワーン形式のプロトタイプとも見ることができる平面プランを持っており、また数少ないパルティア建築の重要な意向でもある。また、アッシリアの国家神アッシュルに捧げられていた古い神殿は、 他のアッシリアの神々の神殿と同じように、西暦2世紀に修復された。アッシュルの遺構で発見されたアッシリアの東アラム語の碑文によって、アッシリアが独自のシリア語文書を持つことが明らかになるとともに、パルティア時代の都市の情報がもたらされた。パルティア語のシリア語文書は、文法及び公文において、エデッサとオスロエネ州の各地から見つかっている文書と同一であった。 ドイツの考古学者、クラウス・ベイヤーは、アッシュル、ドライウロポス、ハトラ、ガッダラ、ティクリート、そしてトゥルアブディーンを含むメソポタミアの都市と、町から発見された600以上の碑文を交換している。パルティア時代に、キリスト教がアッシュリア人全体に広まり始めたとしても、アッシュル、ネルガル、シン、イシュタル、そしてシャマシュといった神々への呼びかけを含む、 碑文によって証明されるように、元来のアッシュリア文化と宗教は、しばらくの間生き残っていた。このことは、同様に、次のようなアッシュリアの神々を指す構成要素を持つ、名前の市民への研究によっても証明される。このようなアッシュル神をはじめとしたアッシュリアの神々の名を追った人名は、その後、サーサン朝時代まで、アラム語とギリシア語の文書に登場し続け、 その文化的継続性を証明している。ただし、かつてのアッシリア人の人名はアッシリア語によるものであったが、この時代の人名は、神名以外はアラム語であり、もはや彼らがアッシリア語を日常の言語としていないことを証明している。他にシェルは、イシュタル、ナガヤ、ナブー、ネルガルといった神々はアッシュル氏において3世紀諸島まで崇拝され、続けていた。 ローマ人の歴史カフェストスは、トライアノスが116年にエウフラテス東方の征服によって、メソポタミアとアッシリアという新たなローマの属州を作ったことを370年頃に記述している。このうちアッシリア属州の実在は、クリスエス・ライトフットとファーガス・ミラーによって疑問視されている。いずれにせよ、属州が建設されたと見受けられる時点からわずか2年後、 トライアヌスの後継者ハドリアヌスはトライアヌスがパルティアから奪った東方の征服地を返還し、平和と友好の中で過ごすことを望んだ。後に、ルキウスウェルスとセプティミウスセウェルスの下で、ローマがメソポタミアに侵攻し、彼らはローマの属州として、メソポタミア属州とオスロエネを設置した。サーサーアンアサのシャープール一世は、オスロエネ、アディアベネ、ベスヌホドラ、 ベスガーマを占領し略奪した後、257年にアッシュル氏でも同じことを行い、これらの地をサーサーアンアサに組み込んだ。シャープール一世による破壊の後もアッシュルには人が住んでいた。イスラーム期にはまだ居住の継続が確認されており、12世紀から13世紀にかけてザンギーアッサ、イルハンチョウがこの地を支配した。しかし、 もはや王子の重要性を回復することはなく、14世紀、頃ロ定住地としては放棄された。遺跡はその後も、時折ベドウィンたちがテントを張り、また1970年代頃まで、その一部が墓地として利用されていた。アッシュルの遺跡は2003年に、ユネスコの危機遺産に追加された。この時、アッシュル遺跡は予想される、大規模ダム計画によって脅かされていた。 この計画が実現すれば、アッシュル遺跡は水没していたであろう。このダム計画は2003年のイラク侵攻直後に保留となった。アッシュル遺跡周辺の領域は2015年にイスラーム国によって占領された。ハトラやコルサバド、そしてニムルドを含むアイソルによる多くの古代アッシリアの遺跡の破壊のため、アッシュル遺跡も破壊されるのではないかという懸念が高まった。 いくつかの情報源によれば、アッシュルの城塞は2015年5月、アイソルのメンバーによる即席爆発装置の使用で破壊されたかひどく損傷した。イラク軍がこの地域を再占領した2016年12月から行われた AP 通信のレポートでは、アイソルはこの年の巨大なアーチモンを破壊しようとしたが、これはまだ立ったまま残っており、 現地の歴史家は損傷は警備であると語ったと報じられている。2017年2月現在、アイソルはもはやこの遺跡を支配してはいないが、考古学の専門家が評価を行うのに、十分な安全は確保されていない。アッシュル遺跡は2002年10月18日に推薦され、緊急登録案件として、翌年の第27回世界遺産委員会で審議された。 2003年7月2日、アッシュル遺跡は、イラクの2件目の世界遺産に登録され、登録と同時に、危機遺産リストにも記載された。危機遺産リストに含まれた理由は上述の通り、数十キロメートル離れた場所でのダム建設計画で、遺跡が浸水してしまう危険性があることによる。2019年時点では、ダム建設は中断されている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。